磯早は日本の競争馬である。1935年春の中山大障害に優勝した。平地初出走は1932年春の中山新古戦。5日の開催すべてに出走したが着外に終わり、続いて東京の新古戦に4回出走して2着1回、3着2回という成績を残し、福島で初日3着の後に2日目で初勝利を挙げ、 優勝戦にも勝利した。同年はさらに、中山、福島で、それぞれ一勝を挙げたが、優勝戦に勝つことはなかった。1933年春は、中山、東京、横浜、福島と転戦し、東京では、重馬場の提出後勝店で優勝したスコットに、花佐の二着に赤杯。福島では二日目に勝った後に、定出後章店、優勝戦に出走したが、 いずれも4着に敗れた。同年秋は福島で1勝、横浜で勝ち入るハンデキャップなど2勝を挙げ、中山ではカブト山、東京のハンデ戦では若鷹を破って勝利したが、優勝戦では福島で4着となった他は着外といいところがなかった。長距離の重賞には縁がなかったものの、平地では計10勝を挙げ、重ばば、連投を苦にすることはなかった。 6歳となった1934年春から、障害入りし、中山で、出走3度目で、初勝利を挙げたが、優勝戦で転倒して、その後春シーズンを全休。秋は、横浜3回、東京で1回出走したが、未勝利に終わった。しかし、1935年春の中山では得意の不良馬場となり、まず2日目の障害特犯に勝った。 6日目の中山大障害はわずか3頭の出走にとどまり、諫早は一番人気に押された。レースでは、障害4勝のトカチ丸に2 1馬新三、四の差をつけて優勝。同じく不良馬場で行われた第一回の近点のタイムを11秒にご更新した。その後は、東京、横浜で特班に出走したが勝てず、秋シーズンから1935年の1年半は、 不出走のまま引退。生まれ故郷の青森に戻り、試合員と名を変えて1936年から1941年まで種ボバ生活を送ったが、わずかに3区の地位下が、新潟の新中戦で一勝したのみで目立った成績は残せなかった。ありがとうございます。